こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山れなです。本日は、いつも日本のことをねよく紹介しているこの番組なんですけれども、スペシャルゲストにお越しいただいております。シリア人ジャーナリストとしてテレビ雑誌と、活躍されております、ナジーブ・エルカシュ様、お越しいただきました。ナジーブさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、今私たちのこの背景に見られております、このラジオでは画像が見えないので口でお伝えしますと、トルコ・シリア地震災害支援基金というプロジェクトでして、こちらが3月11日まで受け付けておられるということで、日本での、代表を、ナジーブさんが務められて、シリアの現地の支援をなさっているということです。でぜひこのプロジェクトについて。代表ではない。代表ではなかったんですか。はい、まあ、福島の仲間たちと一緒にやっていて、はい、代表まあないんですけど、主役はチーム福島という、はい、NPO 法人ですけれども、まあ、私からのお願いと発案ですけれども、はい、はい、日本にいながら、被災地である福島ともつながって、同じ、地震の被害を助けようという、素敵な輪を、作ってくださってありがとうございます。ぜひラジオご視聴の皆様、Facebook、Live、YouTube も、ご視聴いただいている皆様、応援をしていただけたらいいなというふうに思っております。こちら、ゆうちょ銀行と、もう一つ、東北の銀行、2つの、口座がございますので、銀行ですね、はい、読み上げちゃいますと、はい、東方銀行西福島支店普通口座473144、福島から応援する会、ゆうちょ銀行記号18270134541、福島から応援する会とのことです。828支店普通預金0134541ということで、本日はそのシリアでの地震の現状のこと、またどういうきっかけで福島とのご縁つなぎの中で地震支援になっているのかなど伺いたいと思います。まずは自己紹介の方をお願いいたします。はい、はじめまして、日本在住のシリア出身のジャーナリスト、ナジーブ・エルカシュと申します。日本や隣国、特に韓国、中国のニュースを取材して、アラブのメディアに流しています。主にテレビですね、例えばドバイテレビとか、クウェートテレビとか、フランス国営テレビのアラビア語チャンネル、とにかくアラビア語圏が圧倒的に多いんですけれども、まあ、アラブ人に、北東アジアのニュースを流しています。そして2011年3月11日の東日本大震災以降は、被災地3県福島、宮城、岩手を集中的に継続的に取材させていただいて、東北とはとても特別な絆が、存在しています。そして東北にたくさんの仲間が、いらっしゃいます。で、今回は私の国、そしてトルコに、トルコ・シリアに、大きな地震が起きて、とっても大変な状態になってしまいました。で、その時私は決めたのは、私にできることは、もちろん世界中の方々、特に世界にいるシリア人が活動してるんですけれども、私も日本で仕事をしてるんですけれども、私にできる特別なことは、東北の方々、東北の仲間の、力をいただきながら、東北からの支援活動を行うことと思いまして、福島の、仲間であるチーム福島、 NPO 法人チーム福島に声かけて、今回このキャンペーンをやっています。ありがとうございます。東アジアの情報を
アラブに発信を常からされておられて、この、 東日本大震災の様子も、中東にお伝えしていただいて、そういったご縁から今回の支援活動につながったというお話いただきました。実際に2月の6日に地震が起きているんですが、現地の様子というのはどういった状況なんでしょうか。そうですね、地震が起きたのはトルコ南部、そしてシリア北西部ですね。で、シリア北西部というのは、シリアでは長く続く、最初は民主化活動、民主化運動で始まった、問題ですけれども、シリア人は2011年に、民主化運動を始めて、それに対してシリアの、独裁政権が、極めて暴力を使って抑圧して、でそしたら徐々に状態は、シリア状態は紛争化して、今は混乱に置かれている国なんですけれども、で特にその北西部というのがシリア独裁政権の支配から脱出して、今シリア独裁政権、中央政権、シリアの首都はダマスカスと言いますけれども、ダマスカスを拠点にしているシリア独裁政権はそのシリア北西部を支配してません。支配しているのはさまざまな、勢力があるんですけれども、簡単に言うのは難しいけれども、簡潔に言いますと、そのシリア北西部では、政治的に極めて不安です。で、そもそも不安ですね。そしてその、シリア独裁政権の空爆をずっと受けている地域ですね。ですからその、まずその地域のインフラとか建物の状態は極めて深刻にも破壊されている、部分的に破壊されている、建物もボロボロに破壊されている感じで、そういうような状態の中で地震が起きましたので、本当に多くの、建物が、壊れてしまって、でその中に住んでいる方々はすでに何回も何回も避難した。例えば多い人は8回とか紛争の中で避難してきた難民がやっとたどり着いて、住んでいるところの建物がまた改めて壊れて、改めて避難して、でたくさんの方がいまだにまだ下敷きになっていますね、瓦礫の中で。でトルコの被災地とシリアの被災地の大きな違いは2つがありまして、まずはトルコ国内ではちょっと紛争じゃない平和な国なので、例えばたまに建物に、建設基準に従わなかった建物とかで、そういうのはあったりしますけれども、ただもちろん空爆を受けてない地域、普通の、普通の平和な国なので、地震の被害は他の国の地震、今までの地震 に似たような感じなんですね。ただですね、シリア国内ではまず破壊の程度が非常に大きいですね。ですから今は数字ではまだどれぐらい大変かというと、数字でさえちゃんとした統計、ちゃんと把握するために現地の、これは私の仕事の、はい、これは熊本地震の時に、ちょっと話がじゃあちょっとそれからです、はい、はい、いえいえ、はい、これとか、はい、これはね、これですね、はい、これは救済、救助隊とか、はい、はい、でそれで一つのトルコ とシリアの一つの違いは、そのインフラとか建物の、状態、そもそもシリアでは大変ボロかったです。そういうのがあります。もう一つは地震が起きました、今度人道支援を提供しなきゃいけないという時に、さまざまなシリアに関してはさまざまな政治的な問題があります。ですからトルコの場合は世界中からすぐに支援が送られて普通に届きました。それでもすごく大変ですね。毎日皆さん多分テレビで見てると思いますけれども、本当に大変な状態ですね。結構広い地域にわたって地震の影響がありますから。
私あのシリアの中では特に最初の3日間あの大事だと言われている72時間の間ほとんど支援は全くなかったと言っていいぐらいですね。でそれは政治的な問題が原因です。ですからそもそも弱い地域に地震が起きて、はい、さらにあの人道支援なかなか入らない、政治的な理由でなかなか入らないというのが現状です。なるほど。今あのシリアは、気温は寒いんですか、暖かいんですか。とても寒いですね。シリアは、はい、地中海の地域なので、はい、であの多分日本で言うと九州と同じぐらいのその何だったっけ、ラティチュード。経度。はい。はい。九州と同じぐらいなので、まあ、そのような、まあ、本当に九州に似たような、まあ、例えばダマスカスは東京、はい、あのにとても似てる、夏以外はとても似てる、はい、なんか寒くてとても寒いけど、年に1回か2回ぐらい雪降るんですね。はい、あの夏は日本ではあの雨がたくさん降るけど、シリアではそういうのないんですけど、地中海国ですから、はい、でもまああの東京のような、天気気候なんですけど、そのたまたま地震の日にあの2月6日の日にはもう雪降ってました、現地では。その中でではその家が壊れて屋根がない、暖房がないというような状況の中で、今もあの多くの方が暮らしてらっしゃるということなんでしょうか。そうですね、あのもう次々と悲劇があの展開されて、その地震が起きて、はい、その地震の影響もあるんですけど、あの川が溢れてしまいました、はい、ですからあのどういう流れかというと、建物に住んでる人たちは建物から逃げ出した、はい、そしたらあのテントにそもそも住んでる難民がたくさんいます。テントに難民キャンプ、はい、でその建物に住んでた方々が難民キャンプに逃げました、はい、あのそしたらテントに入って一緒にあの泊まろうとか、まあ、とりあえずあの、はい、難民キャンプに行きました。でそれもすごくあの異常な状態ですよね。テントに住んだ人の方が運がいいという、はい、あの建物よりも。でそれであのそのテントに入ったら今度は川が溢れてきて、はい、洪水みたいな感じになって、あの結構広い地域ではもうテントを撤退しなきゃいけないし、また避難しなきゃいけないですね、はい、ですから悲劇の中の悲劇が続いていて、はい、その中で人道支援が入りません。あの、食料とか飲料水とかはまた医療品十分足りているんでしょうか。あの何も足りていません。足りているものはありません。ただあの一応その地域はあの農業豊かな地域ですから、はい、なんていう変な言い方ですけど、餓死する方はいないんですけど、でも子どもたちのミルクは深刻に不足しているし、はい、薬は全然ないし、はい、あと今この例えば救済された方もほとんど体のどこかで潰されてるんです。でその医療現象というのが、あの体が潰されるとあの筋肉とかいろんな組織からあの毒のような成分が出て、その成分が、その成分によってあの腎臓がやられちゃうんですね、はい、それはあの世界中知られているあの地震の時 の、はいそのまあ、クラッシュ潰された時に体はそういう反応して、でその時は例えばあの救われたのにあの腎臓がやられちゃって、そしたらあの人工透析、はい、の機械を使うすぐに使わなければ、腎臓が完全に今度あの機能しなくなるから、それで死んでしまうとか、もうからの永久な被害があったりとか、あと例えばの体の、まあ、怪我したとしたら、あの例えばなんていうあの寝たっきりになって、あのそういうあのスタッフの医療的 なんかその専門家とかいないから、あの無事な、部分まで壊れてしまう。例えば片方の足が動くけど、結局 寝たっきり1ヶ月寝たっきりしたら、結局その足も結局 あまり動かなくなるとか、あとたくさんの方があの頭になんか衝撃与えられて、体 あの部分的に麻痺しているとか動かないとか、そういうあの、まあ、障害の程度はいろいろなんですけれども、あの直ちにリハビリする必要があるんですね。リハビリしたら多少キープできるとか少し改善するところ、はい、それをほったらかしにすると、どんどんもうあの
悪くなってもう治せなくなるとかそういう状況が、ありますね。ですからもう本当に問題がすごく大きいですね、はい、たくさんの支援が必要です。なるほど。この、どういった支援をすればいいんでしょうか。そうですね、そこでじゃあ なぜ支援が入らないかという話がありますけれども、はい、それはまあ、政治的な問題であって、で主な理由は、主な原因はシリア独裁政権が、特に最初の3日間、人道支援を送らなかったし、北部、そのシリアの、その北西部の北部はトルコと面しているから、トルコとの国境があるんですね、はい、ただ一応国際法律でそれはシリアの国境だから、はい、で今シリア中央政権、独裁政権が許可しないと人道支援が入らないわけです、ね、ああ、なるほど。で許可をしなかったんですね、最初。はい。でしかも例えば地震が起きた時にどこの国も非常事態宣言するんですね、はい、そしたら世界からの支援が届きやすいし、はい、入りやすいし、特別な措置になりますけれども、例えば今回はトルコは地震の2時間後、はい、非常事態宣言出しました、はい、シリア政権の場合は、3日後非常事態宣言出しました。3日経ってから出しました。それは普通に聞けば信じられない話だし、なんか おかしい話じゃないですか。自分の国の地震が起きたのに非常事態宣言なんで出さなかったかというと、でそれはシリア政権から見ると、今シリア独裁政権にかかってる国際社会、国連からアメリカからかかってる制裁がありまして、はい、で今この危機はその制裁を外す、解除する機会になるかもしれないと政府が思っています、はい、なのでその3日間の間はいろんな交渉が行われていました。例えば国連においてシリア独裁政権の同盟国である支援者であるロシア、はい、ロシア政権が国連の中でこれは国家主権の話だから、それはなんていう人道支援入れたいんだったら、例えばその制裁を外すこととか、はい、まあ、そういうような交渉が行われてたんです。で実際には今回 の国連からの制裁とかの世界からの制裁には人道支援は免除されてたんですね、はい、ですから全く関係ない話です、はい、なのにシリア政権は今シリア政権のイーブン、シリア政権のプロパガンダは今一生懸命いろんな、例えば SNS から国連までずっと繰り返されているイーブンは、制裁があるから人道支援が入らない、はい、でもそれはデタラメな話であって、なんていう、事実に反する話ですね。で簡単に説明しますと、そのシリア北西部には実は国連からずっと人道支援が入ってました、はい、その先ほど言ったテントの中にいる難民たちのためとか、そういう話し合いがあって、国連の決議があって、人道支援をシリアの国境を越えて入れることはすでに決まってた、はい、それだけ知ればその制裁は関係ないということは明らかになると思います、ね、でただシリア政権はその自分 の, なんていうその反対性地域にある人々を苦しむために、はい、その基本的に国境の、検問所、トルコとの国境の検問所数箇所あるんですけれども、ここ数年間シリア政権はロシアの力を得ながら、ロシア の, 国連における拒否権とか力を得ながら、一箇所だけ一箇所 の, その、常に入ってる国連の人道支援は、その国境のトルコとの国境の、検問所の一箇所だけに していました。でもですから本当にそもそもその支援を必要としてた難民たちが本当にやっと彼らのなんか支援がもうそれでも足りなかったんですよ、地震の前ですね。ですから地震の後もう本当に全く足りると言えない状態になってしまって、すごく深刻な状況になってしまって、で交渉の結果は結局確かに制裁があると
過剰な、なんて言いますか、過剰に従う会社とか企業とか NGO がいるんですよ。例えば制裁がある国、とにかく避けましょう。例えば人道支援が免除されていても、避けましょう。なんか例えばもし制裁のなんか俺振りたら結局自分が罰金払わなきゃいけないし、いろいろなんかブラックリストされると思う企業があるから、企業とか NGO とか。だから怖がってる方々がいるというのは、それは事実ですね。ですから、なんていう、その、シリア独裁政権の言い分が完全に聞かないために、もう言い訳にならないために、米国とか、いろんな、なんか例えば EU とか、いろんな国が、とりあえず今半年、その制裁自体も、あるいは部分的に、排除しました。凍結したというか、とりあえず臨時的に制裁はないから、はい、なんか支援したい人はどうぞ、支援したい団体はどうぞということなんですけれども、でもそもそも繰り返しになりますけれども、ね、これは本当にこの話題、いつもなんか、もやもやするんですよ。本当はなんか人道支援の話したい、何が必要なのかとか、はい、どうやって届けばいいかという話だけしたいのに、はい、毎回この話ずっとしなきゃいけないんですね。なんで届かないか、どうすればいいか、で本当は制裁のせいなんじゃないかとか、いろいろ話、面倒な話出てくるんですけれども、政治的な問題は複雑なんですけれども、結果としては今、人道支援は足りてません。でそこでその国連がやっぱりその国連の中の議論とか対立とか決議に手が縛られるので、ちなみにですね、世界的に有名な弁護士たち、例えばルワンダとかコソボとかの、ジェノサイド の調査委員会のメンバーですごい尊敬されてるとても有名な弁護士たちが共同声明を出して、シリアの人道支援を送る、直ちに送ってください。その国連に改めて議論する必要は法律的にありません、はい、で新しい決議の必要性はありませんという共同声明を出しました。それはただシリア独裁政権の政治的な、危機を悪用しているので、直ちに送ってくださいというのがありました。政治の話は話すと長いんですけれども、結局じゃあシリア人がどうすればいいかという話になって、国連待ってもしょうがない、いずれは国連のような大きな機関の動かないと全然この問題を解決することはできません。大きな規模の問題なので、シリア被災はすごく大きくて、結局国連ちゃんと動いてくれないとどうにもならないんですけれども、とりあえず今何ができるかというと、シリア人は自分で何とかしなきゃいけないと思っていますし、動いています。で、例えば大きな団体はいくつかありまして、で私たち今回の福島からの、支援はその団体たちに送るんですけど、例えば一つはシリアアメリカ医療協会。はい、でそれはシリア出身でアメリカで働いている、アメリカ国籍もらったりもらわなかったり、でも医者としてアメリカで働いている方々で、それは、非常に多いんですよ。そういう人、シリア人は先生になるのを好むみたい でアメリカに行って先生になる人はもう数万人いるわけですね。で例えば私の学校の同級生の中で今ボストンにいる5人が先生、ボストンだけで私の同級生だけで5人がいる、はい、そんなにいらっしゃるんですか。本当に多いんですね。多すぎます、はい、でその人たちがやっぱり自分の国を助けたいということで、シリアアメリカ医療協会は、はい、今まで周りの国の、シリア人が紛争から逃げて周りの国に出たシリア人の難民のも含めて、シリア人の患者に1300万人以上に医療のサービスを提供しました。その1300万人ではなく、1300万回 の医療なんかその診断しました。人を診断、もしかしてたまに同じ人数回見たかもしれないんですけれども、はい、その患者を見たっていうのという統計では1300万回の、
医療サービスという結構大きな規模なんですよ。で、その、団体は今、トルコ、すでにトルコの中に存在していました。南部、なぜかというと、そのトルコの南部というのが、たくさんのシリア難民がいるわけです。はい、紛争から逃げて、トルコに入りました。数百万人ですよ。ですから、その難民キャンプに活躍、前から活躍してた、シリア・アメリカ医療協会にお金私たち送ります。で、はい、でその団体のチームは今、シリアの中北西部に、入ってるんですね。入って今、大活躍しています。で、その中で非常に優れた、本当にアメリカで大活躍しているアメリカの有名な病院とか、ハーバード大学とか、名誉クリニックとか、所属している人もいまして、本当にすごい優れた先生が自分のアメリカの生活から離れて、まあ、交代でみたいな感じで、そのトルコ、シリアに行ってサービスしている素晴らしい団体ですね。その団体は一つ。もう一つは、シリア人、その紛争になった当初から活躍してた、最初は違う団体で働いてたシリア人ボランティアが、結局一緒になって、まあ、シリア人の団体作りたいということで、モラハンチーム、はい、まあ、モラハンも人の名前なんですけど、彼らの仲間が、はい、なんか死んでしまった、亡くなられた、活動中に亡くなられた、方なんですけど、その名前でモラハンチームは今、モラハンチームはあらゆるサービス、医療サービス、家を建てるサービス、テントを貸すサービス、難民キャンプの管理に参加するとか、さまざまな人が活躍していて、はい、結構大きな団体で信頼されている団体で、はい、本当に世界的にも評判がいい団体で、例えばその NGO を評価するアメリカの CAF というNGO の、例えば、リスクマネジメントの評価とか、はい、経理の透明性の評価とか、さまざまな側面で評価するアメリカで一番有名なその NGO を評価する団体 CAF もそのモラハンティーも承認してるし、で特に最近地震の後またさらにどんどんたくさんの世界の政府とか機関とか大学とか、一番最初に最近はオックスフォード大学がそのモラハンチームがチャリティーの寄付にふさわしい優れた団体として承認しました。ですからそのようなところにまず金銭的な支援を送ります。なるほど。今お話を伺って思ったことは、その国家が国家として成り立ってない状況、本当であればインフラを整えたり、真っ先に国民を守るために動くべきが国家だと私たち普段考えているんですが、こういったシリアのような状況ではそれが機能してないというところから始めないといけないということで、でその時にその国民や市民の命を守るつながりというのは、ナジーブさんのような海外に行かれた、海外で学ばれた方々や働いておられる方々のつながりからこう得られた国際的な NGO だったりとかいう形で、この海外にいる、その国の方がつながっているこうネットワークによって人々が命をつないでいるという、そういう側面があるんですね。そうですね。あと、はい、その機能してないという言い方で、なんていう、私は変な気分になるんですね。本当に日本の方からの常識見れば、それは国が機能してないんですけれども、はい、機能しないでくれればまだマシなんですよ。はい、積極的にシリア人を殺しています、抑圧しています、はい、空爆しています、はい、そして人道支援を止めています、はい、とにかく権力握り続けたい、はい、民主化運動は絶対許さない、そういうような政権なんです。そして反対性の地域の中でもさまざまな問題があります、はい、そもそも民主化運動に参加してた人たちがリーダーたちだったんですけれども、はい、結局紛争化すると民主化運動をリードする知識人とか先生とかエンジニアとかの役割が小さくなって、はい、結局武器を持ってる人の方が強いじゃないですか、
はい、ですからその反体制地域にも結局武装勢力が、はい、すごい勝手なことばっかりしていて、はい、それもよろしくない存在ですね。で抑圧的な存在で、ただしその反体制地域ではその武装勢力はあまり行政に関わらないんですね。ただ彼はもう政治的に、はい、まあ、支配したいみたいな感じで権力が欲しいですね、はい、ただ本当にゴミ収集から医療センターまで教育機関まで全部それを市民団体がやってるんですね。ですからシリア人たちが自分でこの難しい状況の中で生き抜いて、しかも場合によって本当に立派な活動ができてるし、すごく本当に感動させるような教育センターなり医療サービスなり、この状況にしてはね、はい、本当に素晴らしい活動している市民団体が、たくさんいます。でそのなんか難しい状態の中で、はい、活躍することに慣れてる。だからすごくレジリエンスは本当にもう他の国では考えられないぐらいあって、すごくたくましい人たちがたくさんいます。その武装勢力と戦いながら空から落ちる、なんかその中央政権の、はい、独裁政権の空爆と戦いながら、もうひどくボロボロされたインフラしかないところで、まあ、希望が消えないために子どもたちに教育を提供する、怪我人に医療を提供する、ゴミ収集までもう、まあ、さまざまなサービスを提供している団体はすでに存在しています。で私たちはそういうような人たちを応援したいと思っています。なるほど。もう変な質問になるんですけれども、シリアでは私の友人である安田純平さんも拘束された経験があります。こういった状況の中、その海外からの NPO の支援団体の方が来られたりして、拘束される危険性っていうのはないんでしょうか？普段もありますよ。ですから、例えば安田純平さんの、トークとか行くと、彼もよく分かっていますね。多分彼を拘束したのは、先ほど私言ったその、悪い武装勢力ですね。ただお金と権力しか考えてない人たちで、なんかたまに団体によって宗教を利用したり、何かの政治のメッセージを利用したり、とにかくなんかいろんなきれい事は言うんですけれども、結局まあ、抑圧的な存在ですね。でそういうような人たちが安田さんを拘束しました。でも安田さんはその市民団体のこともよく見たし、最初から彼は取材長くしたわけなので、彼はシリア人、本当のシリア人のたくましさ、シリア人の希望をよく分かっていて理解しているので、まあ、彼のトークを見るとよく分かっているねというふうに、感じます。ただ今地震の後はもう武装勢力も結局もちろん外国人 その国際的なテロ組織のメンバーとかも、いるんですけれども、例えばアフガニスタンとかエジプトとかいろんな世界中から その人たち来て、そのなんかある武装勢力についてるというのがあるんですけれども、ただ結局現地の武装勢力は多くの人がもう現地の人で本当に自分のコミュニティ目の前に建物壊れてるし、自分の親戚、自分の大切な人が死んでるかもしれないし、あと、なんていう、ですから協力的というか、なんか抑圧の加減がとりあえず今減ってるんですね。はい、入りやすい、完全にもう安全とはとても言えないんですけれども、もう今は武装勢力がもし例えば支援団体に何か何かしたらすっごく怒られる、住民からすごく怒られるというのを分かってるし、ああなるほど、はい、あとは何かそういう時こそ自分が私たち悪くないというアピールしたいわけだから、はい、だから今歓迎してる、支援歓迎してるし、ですから例えば普通に見ればニューヨークタイムズとかは、はい、ジャーナリストはずっとシリアに入れなかったんですよね。はい、で最近入ったんですよ。はい、で地震の後ですか。地震の後に入りましたし、はい、朝日新聞の記者も入ったとまだ確実じゃないんですけど、なんか入ったそうです。はい、シリア北西部。
ですからもうもちろん入るときによく考えなきゃいけない、団体で動かなきゃいけないし、ちゃんとなんかいろんな現地の連絡しながら、はい、気をつけなきゃいけない、絶対に。で、はい、もしかしてこれからも何かの事件が起きるかもしれない。例えばなんかそれで外国人を拉致したらなんかお金になるからと思ってる人が、はい、そのなんか人のコミュニティ の, なんていうその利益よりも自分がなんか誰か拉致して交渉したらお金もらえるんじゃないかと思うかもしれないけど、はい、まあ、そういう事件が起きないことを願いながら、でも今の状態では多少比較的に動けます。なるほど、ありがとうございます。今日写真の方をいくつか持ってきていただいているので、はい、これについてできる範囲でちょっとお話をいただきつつ、最後メッセージの方を視聴者の皆さんにいただけたらと思います。はい、はい、はい、そうですね、これはなんかこの破壊された、近所では珍しく今重機があるんですけれども、ですから、まあ、重機の写真を撮った私の友達である現地 の, シリア人のジャーナリストカメラマンが撮って送ってくれました。はい、でその、その写真家の名前はモハンマド・カッドゥールなんですけれども、はい、非常に優れた腕の, カメラマンで、今現在入ったニューヨークタイムズチームと一緒に仕事をしてるぐらい の,、はい、レベル、仕事のレベルが高い人ですね。はい、で重機は全然足りないんですよという話なんですけれども、はい、で今現在救済の救助隊、これはホワイトヘルメッツという市民団体、市民団体なんですね。そうですね、市民団体で、はい、これはこのがれきも見えて、そして奥に見えるのは水ですよね。それも、はい、川あふれたので、すごい よどんだ水に見えますが、そうですね、これは皆さんこの水を飲料水として飲んでいるということですか。いや、だからこれは川があふれた、川があふれた、川があふれ、先ほどの話、川があふれた、はい、水が流れてきたんですよ。はい、でそれは町の中でその地震の破壊と洪水との2つが重なってしまって、はい、ですから急いで例えばがれきの中から救済しないと本当に水が入ってしまうかもしれないし、はい、あと、まあ、例えば重機移動するときにその洪水のときに通らないわけだから、はい、さらに困難ですね。はいはい、でホワイトヘルメッツ自体もそれはシリア独裁政権とロシア政権のプロパガンダの、ターゲットになっていて、はい、いろんな噂が飛ばされています。ホワイトヘルメッツは本当はなんかいろんな陰謀論、例えばバックに CIA があるとか、あ、なるほど、はい、そういった偽情報を、まあ、こう流布させることによって混乱を、はい、広げること、そして自分たちが正しいということを認めさせたいという、そういったプロパガンダがあるんですね。そうですね、今このホワイトヘルメッツのヘルメッツを見ると、はい、カメラがついてるんですよね、 GoPro とか、はい、それはカメラがあるんですね、はい、記録のため、はい、でそれが問題なんですよ。それがなければ多分ロシア政権はプロパガンダはしないんですけれども、はい、カメラがあって今は地震の話なんですけど、ここは11年ぐらいはずっと空爆があったわけですよね。はい、で彼らはがれきのなんか下敷きになった人たちを救済するときに全部記録してビデオを発表してまた募金するんですね。はい、で欧米政府、欧米諸国政府は支援も送ります。彼らはチャリティー団体としてたくさんの金銭的な支援をしてます。でそれは公開情報ですね。はい、なんか誰でもインターネットで見ればわかるので、ですからそのプロパガンダは実は CIA とかじゃなくても普通にアメリカ政府、イギリス政府、 EU 堂々と支援してます。でもちろんその欧米とロシアの対立があるわけだから、だからそのこのホワイトヘルメッツが記録するロシア空軍とかシリア独裁政権の空軍による戦争犯罪の記録はもちろんそれはロシアの都合の悪い話であり、はい、で欧米諸国はそれはもういいことだと思ってるし、そのロシアをいじめるためとかロシアとの争いの間としては使われることはそれは私ももう否定しないし、そのなんか大国の対立の中ではそういうのありますし、政治はまあ汚いものなんですけれども、ただホワイトヘルメッツは間違いなく人を救っています。
で、その中でホワイトヘルメットの全面的に全力で支援するんじゃなくて、なんか EI とかなんかそのプロパガンダと戦わなきゃいけないというのが、本当に心が痛いし、疲れるし、もやもやします。ただでさえ、その被災して、水がなかなかなかったり、暖かい場所に行けなかったり、食事がないというようなところに加えて、さまざまな精神的に疲弊する状況や、どちら側のプロパガンダかわからない情報にさらされているというのは、想像を絶する大変な環境にシリアの皆さん、置かれているんだなということが改めて分かりました。本当にそうです。今日のエピソードも、はい、多分半分ぐらいはそういう話ですよね。はい、政治の話とか、なんでこうなってるとか、はい、誰が何やってるかということを喋らなきゃいけないんですよね。で、日本の方はそんな難しい話は分かりにくい、どうしても分かりにくいし、それよりなんかもう単純に困った人を助けたいという気持ちがあると思いますけれども、はい、でもやっぱりシリアでは結局お金を送っても、今国連にお金を送っても届かない場合があるので、はい、まあ、複雑な状況なんですけれども、私はできるだけ私の能力は限られてるんですけれども、はい、説明、分かりやすい説明にしようとするんですけれども、もしそれでも分かりにくかったらすみません。そして最後に、はい、なんで私は東北から、はい、ということで、私はずっとこれは気仙沼なんですけれども、震災直後から、取材していまして、これは気仙沼で、はい、これは岩手県の大槌町。あら、気仙沼は私、6月に芸術祭をやるんですよ。ああ、はい。はい。ご縁ですね。はい、ぜひぜひ。はい。そうですね、これはまあ、それも陸前高田の奇跡の一本松の前で、はい、その取材ずっと続いていて、はい、これは東北ではないんですけれども熊本地震の時ですね、はい、熊本の友達の娘さんを持って、はい、で震災の10周年の時に、はい、私は福島の絵本を、はい、アラビア語に翻訳して、あ、こちらはアラビア語に翻訳されたんですね。僕のひまわりおじさん、そうなんですよ、はい、でこれでアラビア語に翻訳して、シリア国内の難民キャンプの子どもたちに、はい、配布する活動を前から始めています。はい、ですから今は福島の方々が、はい、まあ、恩返しという言い方は、私それよりもお互い様が好きです。この記事ではお互い様と書いてあるんですけれども、はい、全然恩返しだと私は思ってないんですけど、なんか福島の方々はそう思ってるかもしれないんですけど、はい、そうですね、それでまあ、今はこのキャンペーンやってますので、ぜひご協力いただければ大変ありがたく思います。はい、はい、福島から応援する会、東方銀行西福島支店、普通口座473144、ゆうちょ銀行18270134511、828支店0134541ということで、トルコシリア地震、災害支援募金3月11日まで受け付けているということです。こちらなかなか直接のつながりがないと、どの団体にどう支援していいのかということも私たちわからないものですから、こういった機会を作っていただけて大変ありがたく思っております。母国が大変な状況の中、さまざまな不安や、心配あられる中、誇りを捨てないで活動されている姿がとても素敵だなというふうに感じておりまして、ぜひお互い様で、あまり私も大きな力がないんですが、ぜひ視聴者の皆様、ナジブさんの故郷を、救う活動、ぜひ応援してあげてください。ありがとうございます。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ステレナさんにも感謝申し上げたいと思います。この間、ご無沙汰に、はい、偶然に、はい、安田さんと柴さんの会でお会いして、そうですね、はい、打ち上げて盛り上がっちゃって、はい、はい、すぐ、ぜひぜひ、ラジオ番組に出て皆さんにアピールしてくださいと言ってくれたこと、本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてその思いに応えてくださった株式会社インフォレントさんが、今回の秋葉ベック秋葉の、グリーンバックのお部屋をご提供してくださいました。工藤治社長様、誠にありがとうございます。
こちらのベック秋葉では4階に AI アートミュージアムというコーナーを作っていただきまして、先ほど3階にも私が AI アートで生成したアートを展示販売をしていただいてるんですが、4階のあの部屋にはあの猫ちゃんのチャット GPT ならぬキャット GPT シリーズですとか、あのちょっとシャレが効いたアートがですねありますので、ぜひこの機会にあの見に来ていただけたらと思います。これからの時代は大きな資本があるとか大きな組織に属してるからじゃなくて、やっぱり人間のお互い様っていう、そういう感覚でこうつながって素敵な友情を国際的にも持っているという、そういう人たち同士が作っていくのかなというふうに感じております。私もこれから中東に参りますので、ぜひドバイテレビの方ですね、私、3月6日からドバイに行きまして、9日から12日まであの王様王子様も訪れていただくというワールドアートドバイのアニメコーナーでアーティストとして、デビューいたしまして、 AI アートと増山レナアート展示販売してまいります。ぜひね、私あのドバイの富裕層の皆様に増山レナファンになってもらいたいという下心もございまして、ぜひですね、可愛い着物で毎日ライブペイントしていこうと思いますんで、あのドバイテレビ様をつないでいただけたらいいななんていう思いもあるんですが、ぜひですね、つながりながら中東のことを、今日本当に勉強になりました。はい、なんかこう何度も聞いてるつもりではあるんですよ、安田さんからとか柴さんからとか。でもやっぱりその母国のあの状況を、ナジブさんにお話しいただくっていう状況で、どれだけ複雑な状況の中人々が希望を捨てず生きようとしているのかっていうことがなんかすごく伝わってきました。よかったです。ぜひあのドバイにいらして、はい、セキベレ活動、はい、セキベレ活動はぜひ。セキベレ活動って何ですか？今被ってる赤いベレーのこと。あ、そう、セキベレです。じゃあ赤いベレーを。日本の文化をアピールして。わかりました。着物に似合うかもしれない。あ、着物とセキベレーでも行こうかしら。何ですか？ちょっとあのモダンな、はい、ちょっと女あのゲバラみたいな、ゲバラ着物ガールみたいな感じで、ちょっと分からないですけど、何が受けるのかちょっと勉強させていただいて、ドバイテレビもちょっとインターネットで勉強していこうかなと思うんですけど、はい、ぜひ。もう今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭経済総合分析株式会社の提供でお送りいたしました。またお会いしましょう。ごきげんよう。